お,お久しぶりです覚えてますそこしりんそこしりん時ね、ええ、そこしりん時ね社長とか画をんでて言って、はい、春がね、ええ、春田さんあの頃も映かったんですが いや今日お会いしてねいやまた綺麗になったなっていやいやありがとうこんなこと気にしなかったっていいからそんな下が今回ってないものいやいやいやメッセー言ってる何言ってるんですかもうすごいあれから何年？2004年5年ぐらいですねそうですねまだ若かったわ私10何年前だもんなそうそうです10年くらい前そこ知りでってあとさんとシリーズ何本もやらせていただきましたけどそうですあのご当地 ご当地グルメです富士宮焼きそばと浜松餃子と静岡おでんで行って一緒に二人でリポートすること多かったんですが初めて一人でリポートさせていただいたのが佐藤さんはほらあののさんんとこででううちせたすよそ私が渡辺社長のところにいてそこ知りで初です、一人でリポートしたお店が渡辺さんのところでもう社長がトークがうまいからすごいいいシーンが撮れたんですよ。 あの社長とこ名前、藤の宮にある、曽我面。はい。曽我面、これ古いですかも。うえっと、もう、そうですね。昭和21年か2年頃仙台が始めたもの。先代は。はい。社長で何代目?。俺、あの2代目ですよ。2代目だね。え、面屋ってのは、だいたい戦後。戦後だもんね。え。そしたら、それは、小麦粉が取らなきゃね。え。六十、あ、昭和二十年じゃ、俺と同じだよ。お。 俺がそがめんのね。言っちゃうの。俺がそがめんって。俺は昭和21年生まれだ。あ、じゃ、あ同い年だ。だからもろにあれだよ、そがめんだよ、で、そがめんの特徴って言うと、言これは、ふじ宮の焼きそばの特徴を出してる一つだね、これはね。それは自信持ってます。持ってるね、これ、どういう面ですか、うん、大体。面、面ってのは普通なんですか、あの、すっていますと、あるんですけど。うん、こう。 調味料とか具材でこうおいしく食べさせるっていうのが比較的多いような気がするんですけ、うん、他のものをプラスしてやろうなるほどなるほどなるほどで私はもう、うん、麺だけで美味しいとなるほど、えー、そういう麺を作りたいだって藤富焼きそばってさたかが知れててその社長のところの麺と麺主体だねそじゃ焼きそばっていうぐらいだから麺だね肉かすと、うんでまあ、ちょっとありゃあさあのキャベツ入れてよ それでなかったらまああの削り節のあの粉うん、うん、あれやれやもうそれでもう十分だよね。キャベツはちょっとお辺に入れてほしいですねなんんで？で？なる量はちょっと麺としてはちょっと量が少ないんですよ最初<長><で>逃げたないやいやいやそうじゃなくて <laughs> であのあの美味しいキャベツのあまヘルままはい混,ぜてま、混ぜていただいてー、はい、ヘルシジメイシャラっていただくそれでこれなんですかまあやっぱ蒸し,蒸し麺ってどうやって作るんですか 虫っぱなしなんですね。だから。虫っぱなしなのこれ。だから、ゆで、えゆで工程がないんです。だから、え英語で言うとボイルとスチームで。ボイルがないんです。社長から英語が出てくると思います。少しは。ボイルと。スチーム。ええ。社長とかスチームの。方スチームだけです。で、スチーム、あの、スチームしてボイルやっちゃうと。筋の迷惑さ、じゃ、じゃ、なくな。なくなっちゃう。このもっちりさんが。ええ、もっちりからなくなっちゃう。 ああ、これこれは何で誰が考え出したのこのボ,ボイルじゃなくてあこれはねあのマルモさんの先代の社長がーあーなんか戦争中に、うん、どこかで、えー、現地の目を見てこういう目を作りたいというのが、うん、あ始めて始めてそうだったで,、ね、でこれそれで、はい、サノマンの肉カスと <laughs> あの肉カスは <laughs> <laughs> 肉カスはどこでもあるんです <laughs> あるよあるだけでサノマンが始まったっつっよ。 ああなるほどなのかそれは取材行ってんの私それも俺もその現場行って絞ってるとこラード取ってなおかつ捨てるだろうとねえいうやつですよ藤士焼きそばのね具材ってみんなそんなものなんですよだし粉あるでしょあれもそうだねその家でいってあれは削り粉のいいとこだけど取った残りかすなるほどなるほどそういうことだね削ったあの粉になったやつそうなんですよ ね、基本的にはその意味で言うとだから昭和21年貧しい頃だったから、ええ、そういうものは今になってあのこんなに評判になるとは思わないやねいや,いや一頃ね出し子が、うん、手に入らない時期とかえそんなになっちゃったん大変ね,、えー、ね。肉かすが手に入らない時期とかあったんですよえー、えー、だからさ考えてみりゃね肉かすを焼きそばのために作ってるわけじゃないからねそうなんです確かに。普通、はい、東京の場合だと天かすなんだよ 天かすのに入れるとちょっと脂っぽさが出て焼きそばがうまくなるこれ江戸の焼きそばなんだ,、はい、だけど藤士宮のあれはね肉かすでねこれは何とも言えない風味がだってだけど考えてみよなってラードと取るのにね焼きそばのために取んないでこうだからかんなくなくっちゃうよ、ね、なっちゃって <laughs> これだって肉かすじゃなきゃだめだもんね藤士宮焼きそばって言えないもんね今の肉かすは、うん、あ,のあれですよだから肉かすなんて言えないですよ 元で。肉、今、そのために肉を。え、え、今はなっちゃってるから。刻んで。あ、そのため。それを加熱する魚です。ああ。ああ、じもともとのやつはラードと絞って絞った後のね。絞り一括なんだけど、その絞り一括でもね。俺、それ食べさせてもらったの。うまいもん。うまかったの。それがほと、もともとの。 富藤宮焼きそばに入れてた肉かすで今はちょっと肉になっちゃったりいろいろありますからねもちろんガードのつぼるカスもあるでしょう。あれありますよねそれそれはなかなかまた味わいが深いんだこれねあるよ今せっかくですかスタジオにほら作ってもらえますねこれもちもちいただきますなかなかの問題本当にねもう冷めちゃったでしょう。いや大丈夫です冷めてもこれ温め直していただくとまた作るたて大丈夫そのくらい美味しいはい ボイルじゃないから、そうなんですね。そことスチームだから、すごい甘みがある。これが小麦粉の本当の味なんです。なるほど。これでやっぱり、あの、やっぱお水もいい。あ、それは水はもう、なんですか、の、バターチーム。いりの。ね、水素地下水を使ってると。 だからこうよその、まあまあ、の、それとか、そのっていうか、まあ、大きい町とかね。ええ、特にあの外国なんか行ってると、はいはい、本当にあの。水がありがたいと思います。水ね、うまいもんね。ええ、うまい、うまい、うまい。まあ、地下からこう汲み上げるもんですからね。大体、ええ、もう一年通じて、柔道し前後なんです。で、それが水道蛇口はねればね、うん、ひねればね。うん 当たらないように出てくれてか確かに。ねええ、それを使ってこの麺を作ってるんですもんねだって俺なんかあのバナジウムペットボトル買ってんだから、うん、わざわざね社長んなんかね水道の蛇口で出てきちゃうんだからすごいよあの富士山の地下水ってやっぱりいいですか私なんかあのーうん、は恥ずかしいんですけどね、ええ 他の水で麺作ったことなかだたわからないんですよあそりゃそうだわなるほどねいいに作んなくて <laughs> でもやはり、うん、水は影響するんだと思いますよ、うん、そりゃそうだと思いますよ、えー、やっぱ大事なことですよねだって純粋にこの麺も私工場で見せていただきましたけど本当に小麦粉とお水ねって、はいえー、でずっと蒸して作っていくわけじゃないですか、えーえー、だから素材がいいから やっぱりこの甘みが出てくるんでしょうね。だと思いますね。<laughs> だと思いますね。確かにだけど、このスチームが手間かかんでしょあのそうなんですよ、スチーム工程とボイル工程が、うん、一つないから楽じゃないかと、普通の方、思われるかもしれないんですけども、蒸しっぱなしっていうのは、ほぐすのが大変なんですよ。あそれはどういうういいいですかいやあのくっついっちゃ,うくっついちゃう それで何ぐらいいいに分けけななきゃいけないそれをその前の工程として蒸したものをほぐす工程が大変なんです、はい。はあ茹でてるとお湯がこからんでくるから一本一本ほどけやすいけども蒸してあると全部こう、ね、ちょっとペタペタ,ペタしますよ、ええ。それをほぐすのが大変なんですよ。これは人がやんなきゃダメ 機械でやれてます今いや機械は一部は使いますけど機械じゃほ理無理ですねある人でですからねあそこんとこが大変だね大変だけど愛情こもっててあれなのかもしれないねねうまいのかもしれないなこれ思なこれなほんよくやってくると思いますわさて今ここにあのプレゼントがありまして今日はですね麺5色と肉カツと特製ソース 削り節、はい、これが入ったやつがプレゼントされます。三、うん、名の方なんですけど。三人の方です。こっね今日はいっぱい来てますもん。はい。ね,ね。美味しいですから。いや、あんまりがっくりしちゃうといけないんです。数は言いません。今日は。<laughs> いつも、数言うんだけど。<laughs> で、えー、っと、美味しい、この、あの、素材を使った。あの、そがめの焼きそば、どうやってやったら、うまく焼けるか、うん、藤士宮焼きそばってなりますか。 あの基本的には熱量ですね熱カロリー熱量上げるはい熱い高温でやるやった方がいいまずじゃあフライパン乗っけたらフライパン熱い方がいいフライパンも十分温ためてから熱くしてからまずはねで少量焼くことそれでこれだとこれ何グラムですか一つ今今百二0グラム120グラムこれをこのまま入れる熱い中にあっ あのフライパンを十分熱してからのフライパンが十分温まってからですねちょっと油でいいです油をちょこちょこっとねうちのは結構のコーティングがしっかりしてるもんですから油があんまり引きすぎると油っぽくなっちゃうのでなるほどなるほど少量でいいと思うんです少量でちょっとあのほぐしてやる麺をちょっと軽く炒めるというかえっとね

そそ本当はの水を入れたとその水がチャーッとなるのが理想なんですけども家庭用のフライパンではそこまでいかないからね。ですからあの一度に2つも3つも入れないことなんですなるほどがいっぺんに作らないのラーメンをねあの茹でるラーメン屋さんでゆでるところを見ると大きいきいで麺一つじゃないですか。 家庭用の,の鍋でね2つもいつも一緒に出てくる、ねうん、こなさい。 こぼるる前に、まずくてこえないです。ああ、なるほどね。それと同じで、この焼きそもいっぱい、いっぺんにやんないと。一食ずつじゃ、作っていた方がいいあ、家庭用のフライパンでしたら、ちっちゃいのだとね。なるほど、なるほど。せいぜい二つだな。そうですね。二つだな。で、まあ、先にキャベツね。キャベツね。私、キャベツ入れて。で、このたりで、肉、肉カスがいきますか。まあ、肉カスもちょっと、温めておいた方がいいかもしれない。いや、それで、大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫。 ちょうどなるから大丈夫大丈夫。おお。面白い渡辺さんやっぱり1年経っても変わってない。程よ,よくなった。<laughs> はい。ソース入れてややね。うん。そうですね。ねええ。あの中じゃソースとダシコ一緒にやってるのもある あのー、だ出汁を後からかけると、はい、なんかパサパサで食べにくい,いんだですなるほどなるほど。納豆一緒にやっちゃうとしっとりする。ええー、しっとりするから絡んで。<laughs> なほでその方が美味しいという方もおられますよね、うんうん。なるほどなるほど。今やこのやね日本国中で注目されてます。そうですね。みんな目指す蕎麦ですからね。そ,の画面のそば麺の蕎麦がインターネットで買える。うんうん、は。 こんな時代になってしまいましたか。いやいやいや、あのう、うちあのほとんどあの業務用の、ねうん、出荷が多いもんですから、ええ、ネットではあの本当にごく一部の商品しか。はい 紹介させてもらってないんですか。だからお電話いただけると、はいこんな商品もありますよみたいな。なるほど、なるほど。あ、それで、このあれはあるでしょこのセットも。はい。焼きそばセットもね。あ、そういうのも買えるから。はい。また、え、よろしくお願いします。え、お問い合わせは、そう画面、電話。零五四四、五四の、零零七八。零五四四、五四の。 零零七八これはそソガ麺のね。はい。ま,またインターネットからも注文できるということでそソガ麺で皆さん検索してください。美味、はい、しいの食べてください,、はい。まあ富士山の恩恵を受けて作られた、はい、富士宮焼きそばですからね。プレゼントの最後は言っとかなきゃい,い、はいはい。えー、プレゼント、はい、今回はこのソガ麺の富士宮焼きそばセットです。はい、麺五色と肉かす特製ソース削り節セットにしまして三人の方にプレゼントです。宛先はファックスは零五四二八八の三三三三 零五四二八八の三三三三メールは、かいアットマーク、d i g i s b s c o m kai アットマーク、d i g i s b s c o m です。午後四時三十分締め切りとさせていただきます。当選者は番組エンディングで発表しますからね。はい、ということで、十年ぶりぐらいにそうだ、ね。 私は本当に渡辺さんに会ってよかったですまあ今日はね富士山の世界文化遺産登録周年記念ということでまずは富士宮のそうですよねいやいやいや曽我弁富士宮焼きそばで始まりましたから富士山とねあのあの水ってのはねあれ私と思ったらねあの女房とおられたんですよなんでなんでなんでいや午後当たり前のようにあるんだけどもないと寂しいどうも 社長どうも、ありがとうございました。富士山特集です。はい、今日は総画面の社長渡辺正明さんに。お、ありがとうございました。あ,ししたありがとうございました。はい、番組午後5時までお付き合いください。